Hey guys, this is part two of season six. No, season three, episode six. Okay, let's go. Don't do it, Historia. Come on, Historia, you can't trust him like that. Historia, この洞窟は今から約100年前ある巨人の力で作られた。あの三重の壁もその巨人の力だ。巨大な壁を作ることで人類を守ったのだ。Of course. そしてその巨人の力は人々の心にまで影響を与え、記憶を改ざんした。それはいくつかの血族を除いてだが、その末裔も他の人類も100年前の世界の歴史を誰も覚えていない。ただ一人フリーダ・レイスを除いては。フリーダが持っていたものは巨人の力だけではない。この世界の成り立ちとその経緯のすべてを知っていたのだ。This is getting out of hand. それを手にしたのは15歳の時。So they have powers outside the Titan. 8年前のこの場所で彼女の叔父にあたる私の弟を食べた時からだ。フリーダは始祖の巨人の力で世界の記憶を継承した。同じことが100年、何代にもわたり繰り返されてきた。So he wants his story to get the memories. Or is he gonna eat his own daughter? お父さん。ああ。要は、フリーダが巨人の力を使えれば何も問題はなかったのだ。この世の巨人を駆逐することもできただろうな。彼の父親が奪ったりすることがなければ。今、その力はエレンの中にある。しかしその力は、レイス王家の血を引くものでないと真の力が発揮されない。彼が、Why doesn't he inject himself? あり続ける限り、この地獄は続くのだ。じゃあ、おい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 、それじゃレイスケがエレンを食わなきゃ真の王にはなれねえのかよ。そうだが、おお、じゃあ俺が巨人になってエレンを食っても意味ねえのかよ。何を言って私が嘘を言ってると思うか。いや、この継承の儀式の瞬間だけは嘘をつかねえはずだと思ったからこの日を待った。まったく、俺の気持ちに気づいておきながら散々利用してくれたもんだな、この色男がよ。 He's gonna kill the king. 感謝する。お前のような野良犬を引き入れた土地狂った弟の気まぐれに、それ以上ウーリを侮辱すればてめえの頭が半分減るぜ。やめろ、父を離せ。 He's not calling him king anymore. おめえはなんて哀れなんだ、ヒストリア。もう分かっただろ。この親父はおめえを化け物に変えてエレンを食わせようとしてんだとよ。 Did you not notice that? それが私の使命でしょ。And she wants to do that? そう。私はエレンを食って、姉さんを取り返す。そして世界の歴史を継承し、この世から巨人を駆逐する。それが私の使命よ。What is wrong with you, Historia?
You're talking about eating Hiren. この親父がおめえにした仕打ちを忘れたのか？こいつはただおめえの血に用があっただけだ。おまけに自分が巨人になりたくねえから、弟や娘になすりつけるようなクズ。それがおめえの父親だ。お、違うぞ、ヒストリア。私が巨人になるわけにはいかないんだ。他の者を使用してはいけない。へえ、そうなのかい。お父さん。Why can he not become a Titan? Explain it. ケニー、今までよくやってくれた。お前は自由だ。他の生きがいを探して長生きしろ。You're fired. That's basically what he said. それじゃつまんねんだよ。That would bore me to death. ケニー、何をするつもりだ？巨人になればいい。もう邪魔はしねえよ。ただし、用意どんでだ。Oh my goodness! 巨人になって殺し合う。ヒストリアが勝てば平和が訪れる。エレンに負ければ状況は変わらねえ。寿命が尽きるまで生きしてるって、それが生きていると言えるのか？ヒストリア、この中だなら強力な巨人になれる。こうといっても正確には背骨を噛み砕き、脊髄液を体内に入れればよいのだ。At least he's not lying to her. My goodness. おっと、離れねえとな。Kenny is a savage, bro. Don't do it, Historia. なんでよ、エレン。なんで巨人化しないの？私が巨人になれば食べられるんだよ。そのままだと。He wants this challenge. Yo, this guy never knows how to transform. Historia. いらなかったんだ。俺も俺の親父も、親父が5年前にここでこんなことをしなければ、お前の姉ちゃんが全て何とかしてくれるはずだったんだろう。 But it's not his fault. It's not your fault, Eren. 力をあるべきところから盗んだせいで、一体どれだけ人が死んだ。アルミンのじいちゃん、トーマス、ナック、ミーナ、ミリウス、マルコ、マルコ、ライオンのみんな、スタエスクの住人、俺を助けようとした兵士、ハンネスさん、とても俺は償いきれない。いらなかったんだよ、あの訓練の日々も、あの外への夢も。俺はいらなかったんだ。Why does he always blame himself, though? だから、せめて、お前の手で終わらせてくれ。俺を食って、人類を救ってくれ。Now that's something you're not going to hear in the lunch party. Eren, あの時は私のことを普通のやつだって言ってくれて嬉しかったよ。That's a nice compliment. Hey, you're a normal person. お前、いいことしようとしてるだろ。Ho ho ho ho, the voice of reason. Don't do it. どうしたヒストリア、怖いか？中の液を体内に押し込むだけでいいんだぞ。 Push your hand then if it's so important. どうして？
Why won't you transform? 100年もの間、巨人を駆逐して人類を解放してあげなかったの。すべての巨人を支配する力。100 years. Why didn't they do it? Yeah, that's a good question. それはこの壁の世界を作った初代レイスの方が巨人に支配される世界を望んだからだ。Why would somebody wish that? それこそが真の平和だと信じている。なぜかはわからない。世界の記憶を見たもの。I think I know why. Because humans normally, you know, attack each other. But if they're ruled by Titans, they won't fight amongst themselves, I guess. にしか。私もかつて弟と共に人類を巨人から解放することを願い、何度も父に訴えた。しかし、それが叶うことはなかった。やがて父がその役目を託す時が来た。私は巨人の力を受け継いだ弟の目を見て、その意味を理解した。この世界を作り、この世の断りを司る全知全能にして唯一の存在へと弟はなったのだ。それを何と呼ぶかわかるか。神だ。我々はそれを神と呼ぶ。私の使命は神をこの世界に呼び戻し祈りを捧げることにある。祈っているよヒストリア。神は人類を導いてくれると。 Is he trying to make her, his daughter a god? お前の生き方に口出しする権利は私にはない。だからこれはただの私の願望なんだがな。 Don't do it, Historia. お前、胸張って生きろよ。 Come on.Oh, she dropped the mic. Go transform. What is the god? 都合のいい逃げ道作って、都合よく人を扇動して。もうこれ以上、私を殺してたまるか。Yo, I don't know what impresses me more, how strong Historia is, or the fact that, you know, she did what she did. She took it, you know, she made the right decision, I guess. There we go. もう強いんだよ、生きてたって。うるさいバカ、泣き虫、黙れ。 Okay, I understand Eren now. He wasn't being brave, or he didn't want to do it for the humanity. He just wanted to, you know, someone to put him out of his suffering. He was looking for the easy way out. 巨人を駆逐するって、誰がそんな面倒なことやるもんか。むしろ人類なんて嫌いだ。巨人に滅ぼされたらいいんだ。つまり私は人類の敵。わかる。最低最悪の超悪い子。Oh my goodness。エレンをここから逃がす。そんで全部ぶっ壊してやる。Oh my goodness, what is wrong with her? どうした？Yeah, lick the floor. フリーダ、待ってて。僕が。Bro, if licking the floor or licking the serum worked, why didn't he give her like a beverage? I mean, right? Guys, wow, we're gonna go straight to the next episode. This is getting good. He licked the floor and became a Titan. Oh, okay, okay. I'll see you on the next one. Take care. Bye bye.